皆さんこんにちは、川尻秀道です。この動画では自己紹介ということで、私の好きなもの、好きなことということをね、いろいろご紹介したいと思います。まあ私いろんな動画でコミュニケーション力は本当に重要だよということね、いろんなところで偉そうに言ってますけど、まあ私自身がそんなコミュニケーション力に自信がある方じゃないので、結構皆さん新しい人と接する時っていうのはね、その人との共通点を見つけようとするんですよね。共通点、好きなものとか育った環境とか、まあそういったところでこううまくこう話をね、こう持っていけるようにっていうことをちょっと考えているので、まあ今回私の好きなものっていうのをね、いろいろ話して、まあその中で皆さんももし共通点があればいいなということでお送りしたいと思うんですけど、好きなものね、まず一つはブルーハーツって知ってます？ブルーハーツっていうロックバンドなんですけど、日本のロックバンドね。まあ今もう50代半ばの、ね、人たちのバンドなので、若い人は知らないかもしれないですけど、まあ、このねブルーハーツっていうロックバンドにすごく私人生に影響を受けてるなというふうに今すごい思うんですね。まあ本当にこうロックで、まあロックなので、私結構穏やかな性格って言われるので、すごく意外って言われるんですけど、ブルーハーツ好きっていうとね。でも、まあ、かなり影響を受けた、ロックバンドで、まあ、彼らの存在がなかったら私の人生もきっと大きく変わっていたのかなというふうに思ったりしてますね。あとはね、お笑い番組とか、お笑いが好きですね。結構ねライブとか行ったりしてますね。まあダウンタウンは好きですよね。ダウンタウン、それから最近は何だろうな、ジャルジャルとか、さらば青春の光とか、2700とか、笑い飯とか、ハライチとか、まあ挙げたらキリがないんですけどね、バカリズムとかね、まあ皆さんが知ってるような代表的なお笑い芸人の人たちはまあみんな好きかなと、こういうふうに思ってますね。あとは、まあ私旅行好きなので台湾っていうね、住んでましたしね、本当に魅力的です、台湾。それからオーストラリア、まあ、これはね初めて住んだ海外がオーストラリアなんですね。ワーホリの時なんですけど、それで本当に魅了されて、 NBA 出願する時も実はオーストラリア一本で絞ってたんですよね。で実際オーストラリア行ったということで、オーストラリア、あとはね、まあスポーツでヤクルトスワローズ、プロ野球ね、ヤクルトスワローズが、ファンですね。小学校か、小学校、まあ中学ぐらいからファンで、ね、ヤクルトね。それから、ジュビロ磐田、 J リーグでいうとジュビロ磐田、まあ、地元は私静岡県の浜松市ということで、まあ、地元なので、まあ、好きということ。でゴール中山選手好きですね。中山選手とか、高原選手とか、ね、好きですね。あとは、まあ、本当にねジャンルバラバラですけど、さくらももこ、ね、ちびまる子ちゃんの作者ですけど、彼女のエッセイが本当好きなんですよね。エッセイ読んだことありますかね、皆さん。もしなければ、ぜひ読んでみてもらったらと思うんですね。彼女の考え方とか、文章の書き方っていうのは本当に面白いですよ。ぜひね、参考に。私も、いろいろこう、書くとき参考にしたいなと思ってるんですけどね、さくらの子。あとはね、まあ、スポーツでいうとバスケとかね、好きですね。学生時代バスケ部だったんですよね。まあ本当にハードなスポーツで、まあ、結構中学校の時とかサボったりしてましたけど、まあまあ好きかなというところ。あとはまあ陸上とかも好きですね。まあ陸上はやんないですけど、見るだけですけど、世界陸上とかオリンピックとかワクワクしますよね。陸上っていうところで言うと、マラソンが、東京マラソンに出たこともあって、もう全然ね、もう本当に時間制限ギリギリだったんですけども、
好きですよね。やっぱいろんな景色を見てこうジョギングするっていうの好きですね。ジョギングとか散歩、やっぱそうすることによってこう結構新しいアイデアとか思い浮かんだりとかねするんですよね。あとは動画で、あ、こんなこと言ってみたいなっていうのは大体こうマラソンとか散歩してる時だったりします。スケーティーがあと向かっている時ってのは結構あのアイデアっていうのはなかなか思い浮かばないものだったりしますからね、というところですね。マラソン、あとは幅跳びがね、実は子供の頃すごい得意だったんですよね。走り幅跳び、まあ一回だけですけど、まあ代表にもなったことが、代表になったって言っても学校の代表になって市内大会に出たっていうだけなんですけどね。まあそれがあるかなというところ。あとはね、好きなもので言うと、うん、まあね、お寿司、刺身とかお寿司っていうのはまあ好きですよね。これは好きです。牛丼とかラーメンとかカレーとか、まあね、ありきたりですけど、ラーメン、カレーっていうのも好きかな。まあ普通のことですけどね、っていうようなところがありますね。あとは何、あ、宇宙、最近ね、ちょっと YouTube で宇宙についてちょっと興味を持ってね、別に調べてるってわけじゃないですよ。YouTube でちょっと見るぐらいですけど、宇宙といってもこの太陽系とか、そういうのじゃなく、そういう近場のそういうのじゃなくて、まあ、宇宙の果て、宇宙はどこまであるんだろうと。宇宙の果てどこまであるんだろうということにすごい興味を持って、太陽系から、銀河系ですよね、銀河系、そうですね、それから、まあ、さらにずっと開いてその銀河もいっぱいあるっていう話じゃないですか。でその中で宇宙は実はなんかいっぱいあるとか、なんかマルチユニバースでしたっけ、なんかそんな話とかありましたけど、一体この世は一体ね、どういうふうにできたの、どうやってできたんだろうと。じゃあそれできる前どうだったのか、なんかすごい気になって別に研究してるわけじゃない、さあ単に好きだなというような、ところですね。あとは、コーヒー、コーヒーはなんかねもうね飲んじゃいますね。ちょっとやっぱりこうリラックスするときに飲みたくなりますね、コーヒー。あとはね、季節でいうと秋から冬が好き、まあ、私冬生まれだから1月で冬生まれだから結構冬が好きなのかなと思うんですけど、やっぱこの時期がね過ごしやすいからいいですね。逆に大嫌いなのが夏はもう大嫌いです。もうね、まあ、裸になっても暑いもの暑いし、もうベトベトになるし、もう嫌になっちゃうんですよね。台風もあるし、台湾とかね、オーストラリアね、暑いですけど、でもあんま好きじゃない、秋から冬が大好きですと、こういうところですね、うん。あとはドライブ、まあ、これもジョギングに似てますけど、まあ、車でいろいろね、バーッとこう、いろんな景色を見て回るのが好きですね。まあ、これも大好きですというところ。あとは何があるかな。まあ音楽もそうですね、食べ物も、まあとりあえず今回はこんなところかなと思います。まあ、ね、皆さんこの中で何か共通するものがね、私とあればいろいろ話できるかなと思いますし、多分私が思い出せないだけで他にもね好きなものっていうのがいっぱいあると思うので、あと一つありました、クラシック、これはねちょっと言っておきたかったなと思って、クラシックミュージック、クラシック音楽ですね。ベートーベンとか、モーツァルトとかね、シューベルトとか、これはオーストリアにちょっとね、旅行行った時にちょっとそこでも魅了されましたね。おーすげーと、モーツァルトの聖歌とか言ったりして、でクラシックですね、ちょっとパッと今思い浮かんで、まあ、こういったものが他にもちょっとまだあると思うんですけど、また思い出したら動画追加しますね、という形で、まあ、こんな私です。まあ、いろいろね、これからの相談会とかセミナーとかね、お会いする方も多いと思うので、まあ、何かね、こういった形でお話もできたらなというふうに思っています。